足立清役の赤楚衛二です。黒沢雄一役の町田啓太です。今週のこれを見るとチェリーマホザムービーをもっと見たくなるらしいパート3は、菅政人役の浅香晃大さんと、綿谷湊役の雄太郎さんからコメントもいただいてます。早速ご覧ください。はい、では段取り前にご紹介させてください。菅政人役の飛鳥晃大さんです。綿谷湊役の雄太郎さんです。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。あんまりなんか久しぶりって感じしなかったですけどね。割とスッと。なんでだろう。なんか多分そのチェリマホの、ね、視聴者のファンの方々がドラマ終わった後もなんかずっとなんかチェリマホっていう、ね、ワードを常にこうホットワードとして、ね、盛り上げてくれてたから、だからかな、あんまりなんかこう時間が経った感じしてないですね。いや、あ、ちょっと待って。今年はあれ、甘酒の屋台出てないんだな。あ、そうなんだよ。あれ飲まないと年越した気がしないよな。そうだよな。そうなんだ。じゃあ今度来るよ。アイカット。じゃあそろそろ帰るよ。まだ来たばかりじゃないか。最近会えてなかったし、もうちょっとくらい。いや、でも行っちゃう。ちょっと。湊くんで言えばやっぱダンスのシーンがすごい、まあ、頑張ったっていうのもありますし、あ、すっげえ、おお、いいよ。あ、もっと笑って、おい、いいよ。はい、せーの、はい、はい、じゃあな。今まであんまりがっつりダンス踊ったことがなくて、しかもしっかりインまでに1ヶ月ぐらいかけてしっかり踊ってたっていうのがあるので、ダンスを見せるあの広場でのシーンは結構残ってますね。うどんだな、やっぱり。可愛かったな。遅くなってすいませんでした。いや、ご苦労様。あ、この猫知ってるのか、うどんのこと。うどん、こいつの名前拾った時うどんの箱に入ってたからな。適当かよ。え、あ、すいません。いや、つい拾ってきてしまって適当につけたのは確かだから。こいつそこの公園にいた猫ですよね。そうだ、そこで拾った。やっぱり。元気だったか。ん、キュン。え、あー、いえいえ、今回うどん出てこないんでね、会えると思って楽しみにしてたんですけどね、残念です。ずっとやりたいなと同時にやるんだろうなみたいな勝手な期待は自分でしてて、やったってよりは安心感というか、またこの登場人物として出れるんだとか、どこまでオリジナルなんだろうとか、菅湊はあのあとどうなったんだろうとか、いろんな疑問があったので、いろいろ原作も読みながらすごいワクワクしてましたね。あとはやっぱりその湊くんはトレードマークでもある金髪なので、で金髪も1年
本当前の撮影ぶりなので待ち遠しかったですね、インするのが。とにかく以上のシーンをもちまして、柘植雅人役飛鳥晃大さん全編終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。2回目ぐらいの感想楽しみできて幸せでした。嬉しいです。ありがとうございました。お疲れ様でした。綿谷みなと役ゆうたろうさん全編終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。この2人の関係性も映画の中でどう変化していくのか、それも楽しみ要素の一つですね。ですね、はい。来週はついに最終回ということは、映画公開まであと2週間。お楽しみに。あのチェリバホが待望の映画化。転勤、俺が重荷になってるのかもしれない。言葉にしないと伝わらないぞ。黒沢が俺に変わるきっかけをくれました。ピュアすぎる2人の恋の行方は、チェリバホザムービー。私